まず受賞されて今の率直なご感想をお聞かせいただいてよろしいですか。すごく夏のオリンピックで活躍する選手が生まれて、すごく一緒に表彰されたのがすごく嬉しいです。何かその受賞された時、まあ、周りに、伊藤選手でありますとか、他にも、大橋選手でありますとか、いろいろいらっしゃったと思うんですけど、何かお話とかってされたりしました？いや、本当にでこれから席戻られて、まあ、何かその話、なんかこういうこと聞きたいなとかっていうのとかってあったりしますか？まあ、東京オリンピックという感じで、ご自身今あのサマージャンプで、手応え、いろんな大会で口にされてますけど、まあ、その好調の要因っていうのはどういった部分でありますか？シンプルには自分ができているというか、まあ、理解しているというか、大体同じジャンプができています。例えばこれから、まあ、冬のシーズンに向けてどういった過ごし方をされていこうと思いますか？ジャンプのイメージを崩さずまあ、レベルアップ体にしていければいいかな。ちなみにこの前、オリンピックの、コンサートの時ですかね、タキシードで、ちょっとあんまりタキシード着ないんですっていうお話されたと思うんですけど、今日スーツで、スーツは普段からよく着られます？スーツもあんまり着ないんですよ。今日こういうあの 場でこういうスーツ着てますけど、なんかどうですか？いや、挨拶もさせていただいたんですけど、やっぱり慣れなくて、はい、いつ小林選手だけがその髪を見ずに自分のあれだけでっていう風だったと思うんですけど、それはもう内容は自分で最初から決めてらっしゃったんですか？内容は大まかには決めてました。じゃあもうそれをそのまま言うだけだった？そうですね、自分の言葉で言うかなと思います。まあ、2020、ちょっと夏のオリンピックになっちゃうんですけれども、まあオリンピックに向けて、まあ、他の選手たちに、まあ、どういったことをしてほしいとか、あと冬の選手、まあ、冬のオリンピック経験者として、例えば、まあ、どういう過ごし方がいいよとかってあったりします？もうそれは人それぞれなので、自分のパフォーマンスを見せてほしいです、みたいな。そういうこと。ありがとうございます。テレビ代表は以上にさせていただきます。他テレビありますでしょうか？ちなみに東京オリンピックの期間はどのように過ごされる？東京オリンピックの時は、まあまあ、サマージャンプもあると思うんですけど、まあ、何か見たいなと思って東京に行きたいなと思ってました。特に、まあ、この競技をっていうのは横乗り系、スケボーとかサーフィンとかテニスみたいですし、ゴルフもそうなんですね。TBS ですけど、次のシーズンの目標というか、目指しているものを教えてください。次のシーズンもまずワールドカップ一勝目指してやりたいと思います。他テレビありますでしょうか？じゃあテレビ以上にさせていただきます。ありがとうございます。